北国新聞ニュースをお伝えします。日本遺産として石川県内など全国48の自治体にある北前船関連の文化財がすべてデータベース化され、このほどネット上で公開されました。公開したのは東京にある北前船日本遺産推進協議会で、インターネットを通して北前船の情報を漏らすことなく紹介するのは初めてです。公開に必要なデータは、加賀市出身で小樽商科大学客員研究員の高野博康さん48歳が、県内を含む全国48の自治体を訪問して調べました。北前船の情報は自治体や年代などで検索可能で、例えば加賀市で検索すると、先週集落として栄えた橋立地区の説明や写真、他の地域との交流の解説文などが表示されます。県内では加賀市のほか、金沢市、白山市、小松市、輪島市、志賀町にある北前船の文化財も公開されています。北前船日本遺産推進協議会は、来月以降にデータベースを活用したオンラインセミナーを開き、寄港地だった地域への誘客を進めるほか、子どもたちの学習や研究機関の調査にも役立ててもらうことにしています。いろんな使い方ができそうですね。そうですね。北前船の寄港地というのは全国各地に広がってますからね。はい。大きなこう視点で、その交流の軌跡を捉えるということ。これまで縁がないと思われていたところとですね、意外にこう深いつながりがあるということを、データベースによってですね、知ることで、観光だけでなく深いこの学びにもね、つながるんじゃないかと思いますね。はい。製菓会社のマスコットキャラクタービーバーが、今日金沢駅で一日特殊詐欺撲滅大使として詐欺への注意を呼びかけました。 JR 金沢駅東広場で行われたキャンペーンには、ビーバーとともに金沢東警察署のマスコットキャラクターでタヌキのポンタ君が参加しました。金沢東署はビーバーを漢字で書くと海のタヌキになるため、同じタヌキのキャラクターを使う縁で北陸製菓に協力を依頼し、一日特殊詐欺撲滅大使の移植が実現しました。ビーバーとポンタ君は北陸製菓の社員や東署の署員など9人とともに、駅を利用する人たちに啓発用の袋100セットを配り、特殊詐欺に遭わないよう注意を呼びかけました。袋の中には北陸製菓の人気商品、揚げあらりのビーバーや、詐欺被害の防止を訴えるチラシなどを詰めました。ではニュース解説です。石川県は重点政策に掲げる文化観光の推進に向け、金沢市の県立美術館にバーチャルリアリティ、仮想現実シアターを整備する方針を固めました。8K の画像で国宝などを隅々まで鑑賞できるようにしたり、 CG を駆使して制作工程を再現するそうですが、野口さん、多くの人が理解しやすい展示環境を整えたいですね。そうですね。県では文化資源の魅力発信事業として、6月補正予算案に関連費用を盛り込む見通しで、バーチャルリアリティ、この VR シアターですね、この導入は全国の都道府県立の美術館では初めてだそうですね。はい。北陸新幹線の県内全線開業を見据えた、分かりやすい環境整備と言えますね。VR で紹介する作品は、美術館が所蔵する国宝の色絵生地香炉のほか、県内とゆかりが深い前田育徳会の協力を得て、育徳会が管理する尊敬閣文庫に収蔵されている国宝や重要文化財もこのラインナップに加える見通しですね。はい。本物を見るのが一番なんですけれど、こうガラス越しですとなかなかとこう全体像が分かりにくい作品もありますね。なかなか難しい場合もありますからね。はい。国宝や重文を実物で鑑賞する際は、やはりどうしてもその保存状況というものを考えてですね、ガラスに囲まれている、
まあ、一定方向からしか見ることができない場合が多いですね。ご覧の通りですけれども、はい、まああのまあ、記事稿論もそうなんですけれども、まあ、このため、まあ、作品の内側や、まあ、細かい部分を見るのは困難な場合があるので、まあ、VR を活用することで、まあ、小さな模様など作者のこだわりや高度な技術まで確認できるメリットがあります。まあ、作品が完成するまでの流れについても最新技術を活用すればさまざまな見せ方が可能となる。まあ、県としては、まあ、ストーリー性のある、まあ、映像の制作を進めることで、まあ、地域が誇る文化資源への関心を、まあ、さらに高めたいということですね。なるほど。県内に保管されている文化財や芸術作品の価値が一段と深く理解できそうですね。そうですね。まあ、この文化観光なんですけれどもね、まあ、2020年に施行された文化観光推進法に基づいて、まあ、博物館や美術館などの文化施設でWi-Fi の、まあ、整備ですとかね、展示解説の多言語化あるいはバリアフリー化といった施設環境の、まあ、充実に国が支援をしようという取り組みなんですね。はい。まあ、石川県では、まあ、金沢市の県立美術館や歴史博物館など、まあ、県六園周辺に並ぶこの文化施設をはじめとして、まあ、七尾市の和倉温泉、お祭り会館が、まあ、支援の対象に選ばれているということで、まあ、順次整備を進めていってほしいと思いますね。はい。特に兼六園周辺の文化施設ではこうレトロな建築が多いですから、これらを周遊する企画も拡充するそうですね。そうですね。まあ、去年からやっている、まあ、ツアーですね、この評判が非常にこの、まあ、特にこの女性の間で高くてですね、はい、まあ、今年は食文化体験なども加えてメニューに厚みを持たせるそうですね。まあ、遠来の方はもちろんなんですけれども、まあ、まずはこの地元の方にですね、この VR を取り入れた鑑賞環境の、まあ、充実をはじめとしたこう、まあ、一味違ったですね、深い文化体験をしていただければと思いますね。はい。北国新聞社が来年の創刊130年を記念して実施する手取川環境総合調査は、今月下旬に水・土砂循環グループから調査を始めることが決まりました。手取川環境総合調査は再来年3月末までの2年計画で、気候変動に伴う手取川の環境変化を把握し、水の営みに与える影響を探ります。手取川ではこれまで治水目的の調査や地域を限定した自然調査の実施例はありますが、多くの分野にわたる環境調査は今回が初めてです。昨日、北国新聞会館で開かれた1回目の実務者会議には、分野ごとに調査を行う7グループとハイテク機器運用の代表者などが出席し、各グループの調査内容や実施回数を確認しました。その結果、今月下旬に水・土砂循環グループから手取川上流域での現地調査を始めることが決まりました。会議では各グループが上流域での調査を降雪期の11月をめどに4回から8回程度行うという目安も示されました。手取川環境総合調査の初年度の成果は来年3月末までに報告書としてまとめられます。金沢市の浅野川大橋や犀川大橋の完成100年に向けてイベントの準備を進める組織百寿会が昨日初会合を開きました。2つの橋の完成時期は、浅野川大橋が1922年12月、犀川大橋は1924年3月で、どちらも国の登録有形文化財になっています。百寿会は金沢河川国道事務所が完成100年に合わせたイベントの準備を進めるため、石川県や金沢市、地元の町会連合会などと設立しました。初会合は金沢市役所で開かれ、はじめに会長に就いた金沢河川国道事務所の北出一正副所長が、地元の皆さんに愛着を持ってもらうイベントにしたいと挨拶しました。会合では今年7月にもフォト絵画コンテストを実施する方針を固めたほか、記念のロゴマークの作成や浅野川大橋で開催する
秋のイベントについて協議しました。また今後一体となってホームページや SNS などを活用した情報発信に取り組むことを確認しました。親しみやすく楽しいイベントになってほしいですね。そうですよね、金沢中心部を流れる、2つの川ですね、はい、それと、どうでしょうね、男橋女橋と言っていいのか分かりませんが、それぞれにこう特徴のあるその2つの橋ですね、はい、新たなこの物語を、生むような橋の魅力を、100年を機にですね、この一体感を持って育ててほしいと思いますね。そうですね。スイカなど全国的な交通系 IC カードが年内に北陸鉄道の金沢周遊バスで使える見通しになりました。北陸鉄道のバスで使える IC カードは現在北鉄独自のアイカだけで、北陸新幹線の開業以降に急増した観光客から不便だという声が上がっていました。全国的な交通系 IC カードが導入されることになったのは、観光客向けの城下町金沢周遊バスで、21世紀美術館や近江町市場、小山神社前などに停車します。北陸鉄道はこの路線に使用するバス7台に JR のスイカやイコカ、首都圏私鉄のパスモなど10種類に対応する読み取り機械を年内に設置する計画です。数千万円程度と見込まれる導入費用の3分の1を国が補助し、残りの3分の2については金沢市と北陸鉄道が協議して負担割合が決まる見通しです。北陸鉄道の宮岸健社長は昨日、金沢市の村山隆市長に会い、機器設置について財政支援を要請しました。北陸鉄道は今後、市民の利用が多い金沢周遊バス以外の路線バスでの導入も検討することにしています。能美市の九谷焼美術館御祭館がインターネットの光回線を使った能美テレビを活用し、展覧会や催しを映像で発信する取り組みを始めました。インターネットのネスクが開設した能美テレビは、先月27日から北国新聞社や金沢ケーブルなどから提供を受けた番組を加入者に動画配信しているほか、北国新聞社、能美総局が取材した地域の催しなどを伝えています。九谷焼美術館の御祭館は、その能美テレビを活用して、言葉だけでは伝わりにくい九谷焼の作風や魅力を映像で発信し、誘客を図ることにしました。その背景には、新型コロナによる打撃があり、美術館や問屋がある九谷陶芸村を昨年度訪れた人の数は、感染拡大前の6分の1ほどにまで落ち込んでいます。映像発信の第1弾として、能美テレビは、昨日御祭館で、能美市佐野町の作家澤田富夫さんの回顧展と、九谷陶芸村の問屋丸文の金継ぎ教室作品展を収録しました。能美テレビはこの2つの展覧会を動画ニュースとして順次配信し、九谷の里でのイベントの盛り上げを図ります。野々市市の公式キャラクターノッティの新しいアイコン10種類が公開されました。野々市市が今年春に策定した第二次総合計画のシンボルとして、公式キャラクターのノッティを作りました。今回市のホームページで公開されたアイコンは、地元に親しみを持ってもらうため、従来のノッティをより可愛らしく描きました。アイコンには野々市市の花木椿をモチーフにしたものや、 SDGs の推進を示すもの、それに第二次総合計画で示した8つの基本目標をイメージしたデザインの10種類があり、誰でもこのアイコンを使うことができるということです。ここまで北国新聞ニュースを
お伝えしました。